ねえ、ゆきねたち、トイレ遅くない？ああ、まっちゃんも一緒か。そんじゃきっと告られてんだよ、桜井姉。何それ？てか気づいてなかったんかい、あんたは。いっつもあんたらの後ろにくっついてさ、傍から見たらもろバレだっつの。そうだったんだ。知らなかった。ああ、一限目から世界史Bだよ。朝からまたお休みモード？ だってさ、先週は次の休み時間まで爆睡だったしね。ほらほら、その時のかなちゃん、よだれが超ラブリー。いや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 、てか写メとかありえないって。消してよね、それ。うーん、しょうがないの。はい、何卒ご遠慮いただきまして。メール、なんでこっちに画像送ってんのよ、もう。削除削除。あ、 でも他のみんなにも送っておいたから、私とかなちゃんのが間違って消えても大丈夫。かなちゃん、手すっごく痛いよ。うん、半端なく力入れてるもん。で、嘘です、かなで様、ごめんなさい。まったく、しょうもないことばっかり。ゆきの先輩、かなで先輩、おはようございます。 ぬくぬくじゃなくて、靴下履きなさいよ、靴下。やだ、かなちゃんの足がいいの。もう、あのさ、ゆきね、ん、そろそろさ、一緒に寝るのやめない？足冷たい？そういうんじゃなくてさ、それでいいの？ うん、本当に？うん、そっか、おやすみ、かなちゃん。うん、おやすみ。
Yukine. どうしたの?早くしないと移動教室間に合わない。行かないで!どこにも行かないでよ、かなちゃん!ゆきちゃん。ずっと、一緒なんだから。生まれた時から、ずっと一緒なんだから。これからも、ずっと、ずっと、ずっと、私が一番、かなちゃんのこと好きなんだから!私もユキちゃんが一番好き。でもサクちゃんのことは。何のこと？だってサクちゃんと付き合ってないよ。だってサクちゃんはカナちゃんが好きなんだよ。ってあれ、カナちゃんはサクちゃんと付き合うために私から離れたんじゃないの？吐け、すべて。吐くも何も、サクちゃんからカナちゃんと仲良くなりたいから協力してってお願いされて、それでいろいろカナちゃんのことを教えてあげてただけだよ。じゃあサクちゃんとは何にも。そんなこと私言った？言ってませんです。はい。そっか、よかった。私もね、かなちゃん。うん、私のこと好き？大好き。ずっと一緒だよ。うん、チューしてくれる？あ、子供の時黙ってしたくせに。それよりなんでサクちゃんに協力なんかしたのよ。かなちゃんは絶対に他の人のところになんか行くわけないかなって。まあ、それは。それにね。それにお菓子くれるって言うから、つい。やだやだやだ、もう燃えない。バカ。じゃなくて、もらうだけもらっといて、その後のことちゃんとフォローしてないから。私がこうなってんじゃないの、もしかして。おお、痛い痛い、また手痛い。うるさいうるさい、もう絶対に離さないんだからね。